回この動画では健康と人間関係というテーマについてお伝えしてまいります。私個人的にはですね、このテーマで日本一と思っております先生をお招きしております。黒木豊美先生です。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。黒木先生は YouTube されていらっしゃるんですけれども、はいはい、もう先生の動画の再生回数がもうすごいということで、一動画でなんと、はい、4万6000回4万6000回再生ということでですね、はい、もう素晴らしい先生をお招きしております。では黒木先生、初めての方もいらっしゃると思いますので、ここで簡単に自己紹介をしていただきたいと思います。それでは黒木先生、自己紹介よろしくお願いいたします。相性診断士の黒木豊美と言います。よろしくお願いします。私は YouTube チャンネルを通して芸能人の方のですね、相性診断をすることで、相性診断のやり方とか楽しさとか分かりやすさっていうのをですね、お伝えしているチャンネルをですね、毎日配信させていただいてます。自己紹介ありがとうございました。ありがとうございました。それでは早速テーマについてお話ししていただきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は健康と人間関係についてですね、お話をさせていただくんですけど、人間関係っていうのはですね、やっぱストレスがたまります。人間の大きなストレスのですね、要因が2つあってですね、1つがお金と人間関係って言われています。私はその人間関係のストレスをですね、相性診断というのを通してですね、少なくしていこう、なくしていこう、楽になってもらおうということでですね、毎日 YouTube チャンネルをのやり方とかそういうのですね、配信させていただいてます。ではですね、相性診断のご紹介をする前ですね、まず僕がですね、なぜ相性診断に出会ったかっていうのをですね、少しお話をさせていただきたいと思います。実は私が相性診断をですね、始めるきっかけっていうのはですね、息子のことです。で、今現在彼は31歳ですけど、彼が小学生の時のことです。僕には31歳の息子と27歳の娘2人いるんですけど、長男の方のですね、息子のことが全くわからない、やってること言ってることが僕には全く理解できないっていう状態の頃がありました。それも小学校の時ですね。でもその3つ下の娘はよく理解できます。その理由が全然わからなかったんですけど、どういう子供だったかっていうとですね、家に帰ってきたらすぐ一人で自分の部屋に上がる、ご飯食べたらすぐ食べる、学校から来ても勉強も全部自分の部屋で全部してしまうんですね。常に一人っていうことなんです。最初の子供なのでいじめられてるんじゃないかなってめちゃくちゃ心配してたんです。でも友達はいるような気はするんですけどっていうのをずっと思ってた時期に、ある時息子がですね、ちょっと遊びに行ってくるって言ったんです。あ、親としてはですね、行ってこい行ってこいってとっても嬉しかったんですけど、行ってですね、10分で帰ってきたんです。ちょっとびっくりしてですね、そしたらですね、怒ってるんです。で、なんて怒ってるかっていうと、僕がわざわざ自分の時間を使って行ったのに遊ぶ内容を決めてないって言って怒ってるんですね。で、なんじゃこいつはと思って、僕は余計また理解できなくなって平気で自分の部屋で遊んでるんですね。で、その日から全く理解できなくてですね、で、中学校になってもやっぱり反抗期とかずっと始まったので、ちょっと関わりなくなってですね、で、彼が高校2年生の時、僕はあるインターネットを見てたらですね、こういう記事が載ってました。人間関係は持ってもらえた素質が分かれば簡単だって書いてあったんです。で、これなんだと思って、そのセミナーを僕はわざわざ受けに行きました。それが僕の今の相性診断の元になっているものなんですけど、そこでですね、大阪と福岡で勉強させてもらって、帰ってきて息子を調べたんです。そしたらですね、なぜ息子があの時小学校の時怒ったのか、なぜいつも一人でいるのか、なぜ息子が、理解できないのに娘は理解できるのかっていうですね、一瞬で分かってしまったんです。もう目から鱗状態です。これすげーと思ってですね、それから13年間この相性診断というのをずっと自分なりに変えながらですね、皆さんが分かりやすいように作り変えてきたのがですね、僕の相性診断です。私は先ほどもお話ししましたように、YouTube チャンネルでですね、芸能人の方のですね、相性を見ることでですね、それを分かりやすく、皆さんに理解してもらいやすいようにお話しています。その前にですね、私が使っている相性診断の図がありますので、それを、お見せします。これなんですけど、私の相性診断ではですね、この図を使って全て解説することができます。まずグーとチョキとパーっていう3つのグループと、1番から12番までっていうですね、数字の組み合わせで分かります。で、これはですね、生年月日で全て振り分けることができます。一番ですね、夫婦の相性っていうのはですね、人間関係の相性で一番気になるのが夫婦の相性なので、夫婦の相性を見るのは簡単です。それはですね、このグーチョキパーのグループのじゃんけんで勝つ方に女性奥様がいらっしゃった方がですね、このご夫婦は長く夫婦生活を続けることができますぐらい簡単に見ることができます。で、じゃんけんに勝つっていうのはどういうことかってことなんですけど、ご家庭の実権を握るっていうことです。例えば奥様の方が言うことが旦那さんが全て受けてしまう、でも旦那さんの言うことは全然通用しないっていうですね、じゃんけんで勝つっていうことはですね、もうそのままですね、かかあ殿下のお宅ですっていうことです。
昔からですね言われているように、かかあ殿下のお宅の方がですね、ずっと夫婦関係うまくいくというのはずっと昔から言われてますので、私の相性診断でもですね、じゃんけんで勝つ方が、じゃあの相性、あの夫婦関係としてですね、長く夫婦を続けていらっしゃいます。これ僕は何百組ってご夫婦と芸能人の方で長く30年とか続けられている夫婦ってですね、全て奥様の方がじゃんけんに勝つ位置になる。それともう一つ相性がいいのはですね、いい夫婦として相性がいいのは、じゃんけんの愛子の夫婦です。グーならグー、チョキとチョキ、パーならパー同士っていうのがですね、夫婦関係としてはですね、長くいい夫婦関係が築けていってるみたいですね。今回もですね、実際にですね、芸能界で活躍されてるですね、佐藤健さんと上白石萌音さん、このお二人は結婚するとも付き合ってるとも全く言わないですけど、ドラマの関係でですね、竹萌音っていう竹、斎藤健さんの竹と萌音っていう竹萌音っていうですね、関係でですね、それを応援している人がたくさんいらっしゃいます。で、その相性をですね、見ていくとですね、もっと分かりやすいですので、少しそちらの方ですね、お話していきたいと思います。こちらの方に今図を出してるんですけど、上白石萌音さんは1998年1月27日生まれで、チョキのグループの1番という番号です。佐藤健さんは1989年3月21日生まれのチョキのグループの同じく1番という番号です。同じ番号同士で同じグループです。ですからじゃんけんとしては愛子です。しかも1番という番号同士ですので、相性はですね、これも抜群にいいです。で、特にですね、この1番っていうのはですね、同じ共通点がたくさんあるから余計相性がいいんですけど、共通点というのはですね、1番の方はですね、人見知りっていう素質があります。それともう一つがですね、安心っていうのがテーマなので、人見知りの方ですけど安心を相手に覚えたら急にタメ口になったりします。ですから口が悪いっていう共通点も持ってます。それと義理人情にめちゃくちゃ熱いです。それと1回仕事した相手、信用した相手はですね、絶対に裏切らないっていう素質をお互いに持ってるので、お互いに一緒にいて疲れなかったり、価値観が近かったり、行動が似てたり、あと一緒にいて楽しいとかですね、そういうのがあるので、このお二人はですね、最強の相性の良さです。バラバラの相性っていうのはたくさんありますけど、これ以上の相性はありません。ですから周りで応援されるファンの方がですね、とっても多いですね、このお二人になってます。ただ結婚されるかしないかっていうのはですね、本人たち次第なので、まだそういう発表も何もありませんけど、周りがですね、やった、結婚してください、結婚してくださいと応援されるのはですね、まあ、当然の結果かなと思います。多分一緒にいて、一緒のオーラを出してると思うんですね。だから周りからそういうふうに見えるっていうことだと思います。ですから、相性診断で、僕の相性診断ではですね、先ほど言いましたように、この番号っていうのですと、このグループの一グーチョキパーっていうのは生年月日で見てるので、一生、生涯変わりません。っていうことは、この番号は変わらないということは、先ほど言ったじゃんけんの強い弱いとか勝ち負けるっていうのはですね、生涯変わらないので、人間関係のストレスを一つ弱める方法と考え方としてはですね、諦めるっていうことです。自分のこの位置が分からない、変わらないんだから、自分相手を変えようと思わないで、自分の考え方を変えて接していくとすごく楽になります。ですから僕はこの相性診断を知ったことで、人間関係に10年ぐらい全く悩んでないので、これを取り入れていただくとですね、とっても楽になってくるんじゃないかなと思います。ですからこの相性診断はですね、皆さんの身近においてですね、とっても役に立つもので、ぜひまたご覧になってください。黒木先生、はい、貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。もう面白かったです。ありがとうございます。すごい、その相性診断って深いんですね。はい、そうですね。まあ、生年月日が変わっているので、もともと人間持って生まれたものなのでですね。猫変えられないというですね。そうです、変えられないんですよ。はい、そうですよね、はい、そこで本当はストレスと、まあ、健康が深く関係しているというのも、よくこれで分かりました、はいはい、いいね、この相性診断をベースにこのお話を聞いた方々がすぐ取り組めるポイントっていうのは、やはりもう諦める、あ、そうです、認めて諦めるってやつですね。なるほどですね、はいはい、認めて諦めるそうです、分かりました、はいはい、私もその思いでいろんな人間関係をですね、はいはい、楽しく乗り切っていきたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、いかがだったでしょうか。この黒木先生のですね、楽しいお話は黒木先生の YouTube チャンネルでもたくさんですね、もうものすごい量の動画をアップしていらっしゃいますので、この佐藤健さんとね、竹本さん以外の
対象診断の話も聞けるんですよね。はい、そうですね。はい、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。で実は私もですね、はい、この黒木先生の YouTube チャンネルに幸せは腸で決まるというテーマで、はい、お話をさせていただいておりますので、ぜひ黒木先生のチャンネルでご覧いただけます。で詳しくはですね、こちら詳細欄にこちらの動画のリンクがありますから、はい、そちらから通してご覧ください。それでは黒木先生、今日は楽しいお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。ではこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。